界になった時に、先ほどおっしゃってたように、例えばそのまあどん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 ダイナミックに、まあデータ見ながらみんなこうアップデートしていきますよっていうまあ話を考えていきますよね。そうすると、なんていうんですかね、まあ非ナイーブにまあもうオプティマにこう振る舞ってもらおうってした時に、果たして一体どういうふうにアドバイスすればいいんだろうかっていうのが今一つよくわからない。そこのところは何かその直感的な説明みたいなのがありますかね。要するにこれを選ぶと、要するに あなたのアロケーションとして、要するに最終的にこういう形になりますよ。だからまあそのメカニズムデザイナーである要するに我々としては、あなたに対して要するにこういうまあ、選択をまあレコメンドすると、なんかそういう形のデフォルトのターゲットの送り方みたいな、そうですね。一番極端なのは、大体どれぐらいの確率でマッチできるかっていう確率を教えてあげるっていうのがあるんですけど、今だから他の学生のそのターゲットが変わらないとして、あなたがどの学校に出すとどれぐらいの確率でいきますかっていうのを教えるっていうのはあるんですけども、それは自分の出してる、その学生が出してるプリファレンスにも、オーディナルプリファレンスに依存してくると思うんで、一概には言えないわけですよね。確かにどういった感じで伝えると、まあ、まあ単純にだからその各学校の人気度みたいな形で、その具体的に何だってことを言わずに、まあ、見せてあげると困るんですけど、何かその具体的にっていうんですか、ね、その辺が通常の例えば東京でやられてる向かいなので、各学校に何人来てるかっていうのとちょっとだから違うところです ね、 そ、 ですね。それだとどれぐらいの確率で入れるかっていうのが一応見えてるわけですよね。特にやっぱりその一方で要するにまあオーディナルランキングのリストを提出させておいて、でそれだからターゲットとして1番とは違うところにこう丸をつけた方がなんかこういい結果があなたにありますよっていうのは、まあ直感的にはちょっと分かりにくいなっていうとしてもしてしまうんですよね。だからやっぱりそこのなんかまあアドバイスとか、まあなんかレコメンドが直感的にだいぶできるようになると、ものすごく嬉しい人はいるんじゃないかな。そこがまあポイントでしょうね。なんかボストンの場合だったらそういうのなんだっけ、エデュケーションのそうデスクに書いてあったりしちゃったじゃん。あそこはね、だから必ずしも第一志望もない一番上に書くのは良くないんだよみたいな、その、なんかセーフスクールなセカンドクリスを書いてみたらみたいなこと言ってる。だからそういう形の、説明の仕方ができるかもしれなくて、もしもだからあなたの2番目に行きたい学校がかなりその満足にする学校だったら、第一希望じゃなくて第二希望を書いた方がいいよみたいな、そういうようなじゃあね、そんなアイデアはそういうことはできるかもしれないですね。まあなんかインシュランスでしょ、インシュランスを説明すればよくて、あなたが第一希望に変えたところはですね、人気があるので入れないかもしれませんと、その時は第二希望になりますが、第二希望になった時に有利になるようにこっちに保険かけた方がいいですよとかいう説明はいいと思うんですけどね。問題はそれだったらっていう感じで選考を変えようとかいう人がいるかもしれないんですよね、そこがやっぱ難しいところですよね、このオークスであれに行かれるのはね。だからまあ現実には途中でね、そのオーディナルランキング自体がコロコロ変わる学生もいるかもしれないんですけど、さっきのダイナミックインプリメンテーションのアイデアで言うと、そのオーディナルランキングは一応出したらもう変えれなくて、変えれるのはやっぱターゲットスクールを応援するかっていう、まあ、それを現実的にはイメージをしてるんですけど、そこの理解が多分一番難しい。難しいかもしれないですね。ここに皆さん調整しきってるんですか。あとだから最初に思い切りかっ飛ばしちゃったんですけど、もともとこのこれも、スライドの方で3ページ何か親御さんのですね、インタビューの発言みたいなのを持ってきてるところがあったんですけど、もともとですね、6ページで、もともとその、まあ、ストラテジープルーフがいいよっていう、経済学者も言っていたし、ボストンのパブリックスクールの、教育委員会の方でも言ってたんですけれども、一部の親御さんはですね、EA メカニズムをやることによって優先順位に関して何もその学生サイドから働きかけることができないっていう点に不満を漏らしているような、まあ、ヒアリング結果があって、でそれがここで引用したその I'm troubled だっていう文章なんですけれども、ボストンメカニズムの時は結局ランキングのどこで
その学校を指定したかって、その順序がプライオリティに影響を与えるわけですね。第1ラウンドで出している学生っていうのは、第2ラウンドでその学校にアプライする学生でも常に優先順位が高くなっているので、そのどこに出すかっていう戦略によって優先順位に関してその影響を与えることができる。ところが、DA メカニズムのもとだと、その何番目にその学校をリストしたかっていうのは一切優先順位には反映されないんで、そういう意味で、旧メカニズムの時はですね、古いボストンメカニズムの時はそういった優先順位に対する働きかけができたのになくなってしまって、それはなんかいいのだろうかと。あとはそのストラテジープルーフネスをアピールするときにですね、その戦略的に操作できるということをストラテジャイズングっていう感じで、まあ、ある種ちょっと良くない性質、悪い言葉のように言ってるけど、実はその何かいい面もあるんじゃないかみたいなニュアンスのことをですね、親御さんが言ってて、で我々の論文はそのストラテジープルーフがなくてですね、プライオリティに働きかけることができることによるメリットを、まあ、一部明らかにしたと。こういう引用を見つけてきたりするのもうまいですね、教授さんが親がこう言ってるっていう学者だけじゃなくて現実の親御さんが言ってる。そういうことを言っている人が多いか少ないかみたいなことは、それはもう目視で語らせたんで、いや、俺は知らないんだけど生のデータを見てないから、はい、ただそもそもだからこのヒアリング そのデータ自体がたくさんはないはずだから、一人しかいなくても割合で見るって、まあ、思うかもしれないけど、その辺どれぐらいでもかっていうのですね。ただこれ 2つ引用してあって、多分その話したお母さんは別人だと思うんで、サンプル2はあるみたいな。すいません、その辺で細かいデータは全く知らないです。確かに、まあ、満足度というかですね、参加した満足度というか、自分で操作した結果、なんかどうだったとかっていうのは、ね、少し満足度が高いような気がしますね。9時でなんか、もう全部決まっちゃったよとか、すごい嫌な感じなんですよね。まあ、あとだから前半 その小島君の発表との、比較というか違いでいうと、まあ、今回 その論理的な分析はもう主としてプライオリティがないケースなので、そういう意味では小島君の分析したものと非常に近いんですけども、肩のメカニズム自体はプライオリティストラクチャーが入ってきても自然な形で、もともとプライオリティがあるもとで定義できるような形のルールになっているので、まあ、学校選択制に即して使えると。あとはエフィシエンシーに関してはその、ターゲットスクールについてはストラテジープルーフネスのような性質は持ってないんだけど、それによって事前の意味での効率性が大いなレーテンションを超えて上がっているっていう、まあ、そういった比較になっているかと思います。では、大変長くなりましたけど、ご清聴どうもありがとうございました。